これクローの勧誘語なんですけど、いやーありがたい、影山選手とか宮選手見たさに来るお客さんも多いからって言われて、ああイケメン枠ですねって自分で言うんですよ。影山ってそういうの自分で認めるタイプなんやと思ったんですけど、話を聞いてると周りにそう言われる機会が多いみたいなんですよ。クローはそれを聞いて、セッターとしてすごいから見に来るんじゃなくてイケメンやから見に来るって理由が気に食わんのやろなと思ったんですよ。でも違うんですよ、入り口になれるのは嬉しいです、あとはもうバレーボールは面白いんで。かっこええ、自分の顔面がきっかけでバレーボールを見に来ようが、バレーボールを一度生で見たらもうそっちにはまるし大丈夫やろ、それを疑いもなく思ってるんですよ。めっちゃイケメンってだけでも価値あるのに、バレーボールの魅力と比べたら自分の容姿なんてって思ってるんが、あ、影山って本当にバレーボール愛してるんだなって伝わって感動するんですよ。めっちゃ好きですこのシーン、さすが最推し。